2006年の自殺者が23区で最も多かった足立区では、自殺を未然に防ごうと、区民と接する機会の多い区役所の窓口の職員に向けて、自殺のサインに気づけるように自殺について学ぶ研修を行いました。足立区では窓口に訪れた人の相談に応じて保健所などを紹介することで、自殺予防だけでなく区役所内の連携を図る狙いです。これは東京都の委託事業で、足立区内の自殺者が23区内で高い水準で推移していることを受けて始まりました。自殺の原因や動機として健康問題や経済問題が多いことから、1回目の研修には健康推進課や保健師など職員およそ70人が参加しました。この研修の目的は自殺に対する誤解や偏見をなくすことです。研修に参加した職員は自殺者の遺族の話を聞くことで、遺族の思いに触れながら自殺の実態について学んでいきました。実は 72% もの人たちが亡くなる前にどこかに相談に行ってるんですね。足立区は来月にも同じ研修を開く予定で、職員の意識を高めてもらうと同時に区民への円滑な対応を通して自殺者の数を減らしていきたいとしています。こういう取り組みは足立区だけでいいわけでは決してなくて、そういうセーフティーネットに関してこそ税金は使うべきだというふうに私は思うんですけどね、園田さん。そうですね、警察庁もね、今自殺統計っていうのをまとめてまして、で、国としては大きな目標で自殺を減らしていこうということを取り組んでるんですよね。で、その警察庁のデータをちょっと民間プロジェクトで分析したフリップがありますから、ちょっと見せてください。で、これによるとですね、自殺に至る4つの複合要因があるんだ。で、例えば会社員のケースだと配置転換から過労、その後家族不安が起きてうつ病になると。から自営業の場合だと多いのは事業不振から生活苦、それから多重債務になってうつ病にかかってしまうと。で、こういうようなポイントを抑えたね、対応がね、私は区役所も大事だと思うんですよね。で、区役所に行けばね、相談に乗ってくれる、で、自殺防止の駆け込み寺になってくれるようになったらいいんじゃないかなと思いますね。自殺対策基本法が施行されて2年経つんですけれども、一番一言で言うならば、自分だけではなくて自分以外の人に関心を持つということから始まるような気がすごくするんですけどね。